はい、どうもこんにちは、メダイコーチです。今回は、演技に関してのお話をします。メダイコーチの Enjoy Acting そしてカットということでやっていきましょう。今日のお話はこの五感というお話をしていきたいと思います。これは表現者、俳優にとってすごく大切なことですね。五感ってわかりますか？人間の体にね、その生まれつきやっぱり備わっているものですね。五感、視覚、何が見えるか、聴覚、何が聞こえるか、嗅覚、何を匂うか、あとはこれ触覚だっけな、味覚、どんな味がするか、そして食感、ね、どう感じるか。こういう人間には五感というものがあります。ただ一般的な毎日の生活、特にね、現代人、忙しい現代人はこの五感を感じるということがあまりできてないです。なぜならば忙しすぎるから。現代人はもうね、スマートフォンとか毎日やることが多くて、よく考える、物事を考える頭でっかちな人がどんどん多くなってきてる。その中でみんなが考えるんじゃなくて感じる、ただただ何も考えずにただ五感を感じることに集中してみる。それによってみんなの世界が変わってくる。こういう大きな可能性を持っているのはこの五感という部分です。さあ、まず今日話していくのはこの 1,2,3 なんですが、まずこの1番、 Why、 なんで五感の話するの、何が大切なのっていうことです。まあ、五感はもちろん俳優、表現者にとっても大切だし、一般的な、まあ、忙しい毎日を送っている一般的な、ね、仕事とかいろんな仕事をしている、もう人類というか人間にとってもすごく大切なことなんですね。まずはやっぱり表現者とか俳優にとってはこの五感っていうのは感情の入り口だってよく言われます。なので今日皆さんにはもう今日の結論、五感をもっと敏感になってほしい、五感をもっと鋭く細かく開発してほしい、このお願いがあります。今日の結論はそれで、なぜかというとこの感情をこれから表現するときにね、なんとか演技のふりをするとかね、じゃなくて本当にその感情を出すためにはこの五感を細かく感じられるってことがすごく大切になります。なので表現者とか俳優さん、一番初めの基礎レッスンの時はとにかくこの五感というものを開発して細かく感じられるようになってください。これが後々みんながこれから演技をして感情を出していく、ね、そういう時にすごく大切なポイントになってきますので、しっかりと覚えてください。次、なんでこう気持ちいいって書いたんですけど、 comfortable、 これは多くの人の前で何かを表現するとか話してるとやっぱり緊張します。で、人間緊張してる時ってやっぱりありもないことをいろいろごちゃごちゃ考えちゃってるんですね。そしてその場にいられてない、これ俳優の世界でよく言われます。その場にいてないよ、人間はその場にいるんだけど集中しなくてあなたの頭の中は違うところ行っちゃってるよっていう状況が、その場にいられてないね。将来のことを考えて、過去のことを考えて、いろいろごちゃごちゃいろんなことを考えて緊張してる、そういう時っていうのは目の前の相手に集中できてないということですね。なので緊張をしないためにもこの五感を感じる、つまり五感を感じることによって緊張がスーッと和らいで、その瞬間瞬間その場に集中ができる、その場にいられるっていう感覚を味わうことができます。これはね、僕のレッスンの中で実際に本当に五感を使ってやる練習があるので、そこで実感してほしいなと思います。はい、すごいか。そして理由の3つ目は、その何か面白いアイディアだったりとか直感っていうのは五感をフル稼働させて感じている時にポンって現れやすい。頭は絞ってごちゃごちゃ頭の中で考えてもいいアイディア出てこないけど、ふとそれを一回置いといて
物事いろんなものに五感で感じ始めた時にあなたは本当にいろんな面白いアイデアが出るし、そしてこのあなたが生きているこの世界がどれだけ素晴らしい世界っていうのを感じる、ね、なので僕のレッスンは必ずこの生徒レッスンの後ろにこうちょっと大きめの公園があるんですけど、必ずその公園に行かせて五感を感じさせる、ただ単に五感を感じさせるってことをやります。子供とかはもうキャッキャキャッカめちゃくちゃ嬉しそうになるし、大人でもすごく楽しい面白いっつってそういうレッスンがあるんでね、はい、まあ五感はすごい大切です。じゃあどうやってこの五感を細かくやっていけばいいの？これはもう簡単です。 Don't think and just feel。 僕の大好きなリー・シャオロン、ブルース・リーもよく言いますよね、考えるの感じろと。例えばなんか電車に乗るときにみんなちょっとグッとこらえてほしい、携帯電話を取り出してすぐ見たいけど一回グッとこらえて1日10秒でも20秒でもね、1分でも一回携帯電話を出す欲望をこらえて電車の中とかで一回五感を使って感じてほしい。どんな光景が見える、いつもよりも細かく見てみよう。どんな音が聞こえる、ガタンゴトンガタンゴトンっていう音、それとも車掌のただいまなんとかでーっていう音、車掌さんが女性の声に変わった時に気づいてる、みんな、もしくは人と人との、その服のすれ違う音とか聞いてみてごらん、ね、匂いも同じ、外に出た時のこの肌感、ね、ジメジメしてる、カラカラしてる、もしくは外を歩いてる時にいろんな花、道のお花でもいい、小さな虫でもいい、とにかくこの世界を五感をたくさん使って感じてほしい。それがこのハウ、どうやってやるか、ね、ぐっと携帯を出す欲望を抑えて1日1分ぐらいでちょっと感じてみる、ボーッと、ただそれだけで OK だけど細かく感じてね、細かく。そしてラスト OK、この What。 じゃあ実際に五感を使ってどんなトレーニングがあるかっていうトレーニングをまず紹介します。これはまあ一応宿題として一回やってみてください、もしも時間があれば、興味があればね。 Just stay in room、 自分の部屋にただいるという演技、これを僕は生徒には必ずやらせます。教室があって生徒がたくさん見てて、その前でとにかく何もしないでただ自分の部屋にいると思ってその場でいる、そういうトレーニングをやります。必ずそれには宿題があって、まずは自分の部屋、まず自分の部屋に座ってみてください。そこでどんな光景が見えるか、細かくだよ、どこになんか、あ、ここの絨毯の右側にちょっと埃が詰まってるとか、本棚どんな本があるか、どんな種類、どんな色のブックのページか、そこで聞こえる音って何か、冷蔵庫の音、ウィーン、もしくは外の誰かの話し声、そうやってまず自分の部屋で感じる五感をとにかく濃度に書き出していく。そして演技レッスンでは自分の部屋で感じたことをとにかくみんなの人の前で何もしないで自分の部屋で感じたことを一個一個丁寧に感じていく。これは人によって全然出来のあれが変わってきますからね、はい、まあそういう感じで一応僕はそういう宿題をやってます。また次回この宿題のポイント、みんながよく陥りがちな失敗談っていうのをちょっと紹介していければなと思います。はい、では簡単にまとめますと、今日は五感を開発してね、いつもよりも細かく感じてねっていうのが結論でした。なぜか五感は感情の入り口だよ、表現者俳優さん。五感を感じるとあまり緊張しなくなるよ、相手に集中できるよ、その場にいられるよ、いろんなアイデアがどんどん出てくる、五感を感じることによって。
考えすぎは良くないよってことだね。どのように携帯持ちたいと思ったら我慢してください。1日1分でもとにかく自分の五感どこを使ってもいいよ。いつも以上に細かく感じてほしい。そして宿題は自分の部屋を五感で一回いろいろ感じてみて、感じたものをどんどんノートに書いてもらう。そして人前で自分の部屋で感じたことをとにかく感じる。これ結構勇気いりますよ。はい、以上が、今回、目大工事のエンジョイアクティング6回目だねの内容になります。5巻チェックしておいてください。以上です。バイバイ。